高温下気地中海性気候の分布図温暖下気、地中海性気候の分布図地中海性気候とは、欠片の気候区分における気候区の一つで温帯に属する。記号は、草、CSB、CSC で C は温帯、S は下気乾燥を示す。フローンの気候区分における亜熱帯、冬雨帯に相当する。また、 アリソフの気候区分でも地中海性気候と呼ばれることのある気候体4から3、亜熱帯性岩気候に相当する。ヨーロッパの南部の国イタリアの大部分は地中海性気候に属するが、地域によって特徴が異なる。北部のエミリア・ロマーニャ州は国内でも雨が多い地域で温暖湿潤気候に属するところもある。そのため、農作物も多く作られており、 イタリアの食料庫と呼ばれている。東部ワルプス一帯は、石灰岩が卓越している場所で、表面の土は少なく、起伏が多くなっている。乾燥しているため、農業には適しておらず、牧用が行われている。地中海最大の島である、シチリア島は、夏は乾燥しており、地中海式農業の典型的な作物である、オリーブが大規模に栽培されている。また、 イタリア最大の柑橘類の栽培地でもあり、オレンジだけでもイタリア全体のおよそ70%の生産量がある。さらに、最短月平均気温によって、次の3つに分けられる。CSC は高緯度の氷河地形の内陸部、ごく限られた地域のみに点在する。1981から2010年の気候地に、基づく観測地点では、チリ南部のバルマセだと、 アイスランド北岸のアークレーリが CSC に分類される。草をオリーブ気候、CSB、CSC をエリカ気候とも言う。ケッペンが当初発表した条件では、最小雨月降水量が30ミリメートル未満という文言はなく、条件通りに当てはめると、豪雪地帯で冬に大量の雪が降るため冬の降水量が多くなる。日本の新潟県上越したかだ 最短4 2 3 1ト、mm、ル、最寒、摂氏2.4度、最短摂氏26.3度が地中海性気候に区分されてしまうという問題が発生したため、1936年に最小月降水量が3 0ト、mm、ル未満という条件が付け加えられた。そのため、日本国内には地中海性気候は存在しない。地中海沿岸び海気線よりも、 やや高緯度となる北緯30から50度、南緯20から40度の大陸西岸部に分布。日本には分布域が存在しない。平均的な年降水量は 600mm 前後、年平均気温摂氏15度前後で、年格差は小さい。高温下基地中海性気候温暖下基地中海性気候エルムポリの街並み夏は熱帯高圧帯に入るため乾燥。 冬は寒帯低圧帯に入り暖流から水分を供給された偏西風の影響で雨が多くなる。前線帯の緯度が季節と共に移動することで夏だけ亜熱帯と類似した気候になるものと言える。名称に反して内海の存在はこの気候を構成する要素として重要ではない。この気候は 大陸西海岸部に見られる。下記には、本来は中緯度高圧帯の支配下となる緯度においても、大陸は熱せられて低圧部となるため、中緯度の大陸西岸においては西に高気圧、東に低気圧という気圧配置になる。このため、西側の高圧帯から東側の低圧帯に向かって、高緯度側から低緯度側に風が吹く。高緯度側に大陸がある地域では、 大陸上を通過した高温で乾燥した風となる。沿岸を流れる寒流の影響が強い地域では、冷量で乾燥した風が高緯度側から吹く。このような原因で、大陸西岸では高緯度側から乾燥した風が吹く。ため降水量が少なくなり、地中海性気候が発達しやすい。逆に、中緯度の大陸東海岸においては、下記は西に低気圧。 東に高気圧という気圧配置であり、海洋の高圧部から大陸の低圧部に向かって、低緯度側から高緯度側へ暖かい風が吹く。沿岸を流れる暖流と相まって温暖で湿潤な南からの季節風により、降水量が多くなる。そのため地中海性気候は見られず、温暖湿潤気候や温帯化を気候が分布する。下気は北、大西洋から、 西ヨーロッパに発達する北、大西洋高気圧から、サハラ砂漠の熱帯収束帯に向かって、ヨーロッパ大陸方面から乾燥した北から、北東風が吹くため、降水量が少ない。冬季は、アフリカ大陸北西部に南下した北、大西洋高気圧とユーラシア大陸のシベリア高気圧に挟まれた低圧部に位置するため、降水量が比較的が多くなる。夏季は、北。 太平洋東部に中心を持つ北太平洋高気圧から熱帯収束帯への北北西風が吹く。バンクーバーカリフォルニア州北部では寒流カリフォルニア海流上を北西風が吹き大気が清掃を安定するため降水量が少ない。カリフォルニア州南部では大陸上を通過した乾燥した北風となるため降水量が非常に少なくなる。 陶器は南下した北太平洋高気圧と北米大陸上の高気圧に挟まれた低圧部に位置するため、降水量が比較的多くなる。スペインのオリーブ農園温度、降水量は森林を維持するのに十分である。陶器も井戸の割にあまり寒くないので、常緑紅葉樹林となる。しかし、植物の成長する温暖な期間に小雨であるため、 乾燥に対する適応が強く見られる。樹高は低く、せいぜい15メートル程度。オリーブなど葉が小さくて硬いものが多い。そのため、この型の森林を、紅葉樹林という、比較的痩せた赤色土や金色土、地中海沿岸には、石灰岩が風化してできた、テラロッサが分布している。この気候区では、夏の乾燥を利用した耐幹性の樹木製作物、 冬の降雨を利用した冬小麦栽培が行われるほか、乾燥して、牧草の育たない夏に家畜を鉱山へ移動する、移木が行われる。これらを組み合わせた、混合農業が地中海式農業である。オレンジ、レモン、イチジク、コルク菓子、月桂樹などが栽培、オリーブ油、ワインなどが多く出荷されている。また、この気候区は夏にまばゆい太陽が輝くことから、 太陽に恵まれない地域の人々の保養地としても栄えている。代表的な土地として南欧、南フランスなどが挙げられる。ロサンゼルスは海岸沿いやダウンタウンでは地中海性気候であるが、郊外の内陸部ではステップ気候や砂漠気候になるところもある。矢沢306ページ福井96ページ矢沢354ページ平年地記象庁 2017年12月29日、閲覧にしな、77ページ、ABCD 帝国書院編集部、2017、新妻びらか高等地図、帝国書院 ISBN978 から4、から807162086平成29年度版、世界の気候区の更新世界の気候区の更新、帝国書院、2018年8月6日閲覧、 AB 二宮書店編集部、2017、紹介現代地図、二宮書店 ISBN 978から4、から817603975平成29年度版、ストツヨネ239ローマチャウンピナンバーミティム、イットハット、パースマンスリークライメートスタティスティックス。オーストラリアビューローオブミティラロジー、2010年8月2日、閲覧。 マンスリーアベリッチスフォーポルト、ポルトガル、インスティテュートデミティラロッジア、2010年8月2日、閲覧。クライマターグロフィー・オブザユナイテッドステイツナンバー20、ナショナルオーシャニック、アンドアトモスフェリックアドミニストレーション、2010年5月31日、閲覧。ウェザーインフォメーションフォーケープタウン、ワールドウェザーインフォメーションサービス、2010年8月2日、閲覧。 ありがとうございます。